5月17日第69回パノラマラジオのお時間です。お時間です。パノラマ TV ちょっと皆さんに大変報告が遅くなったんですが、京パン安川さんが亡くされて、まだ詳しい話がまだできてないわけですよ、ファンの方に。確かに。ちょっと今日はちょっとその話をしていきたいと思っております。はい。まず亡くされた日にち、ってか亡くしたのに気づいた日にちっていつでしたっけ？気づいたのは3月31日ですね。撮影の前の日ですよ。そうですね。4月1日に撮影がありましたので、安川くんが前日に、準備ですよね、してる時に、京パンがないことが発覚。その3月18日になくしたんじゃないかということで、3月18日は、京都のとあるスタジオレンタルしてたんで、2件ですね。その2件とも連絡をしたところ、忘れ物として京パンはありませんでしたと。ほんま僕聞くの恥ずかしかったです、正直。そもそも京パンつって伝わんのかなと思って。確かにな。さすがに京パンとは言わんと、京栄用水着っていうふうには言いましたけど、なるほどね。はい。ないと言われて、で、挙句の果て、ヤスが何を言い出すかなと思ったら、盗まれたと。俺と京パンが、盗まれたんやと。そんなわけないよ、正直。いや、ほんまに、だから18の日は、履いてなくて、でも一応持っては行ってたから、そういう袋に入ってたんですよ。で、カバンから出してへんかったと思ってたから、そのままカバンを置いといたんですよ、家帰って。で、履いてると思ってて。そしたら、みんなおなじみの、ジャケットはあんのに、京パンがないんですよ。京パンだけがね。だけがない。同じ袋に京パン2枚と、ジャケットは一緒に入れてるにもかかわらず、京パン2枚だけがないと。がない。だからもう、こんなとこないやろっていうとこまで全部調べた。家の中。案の定ないから、もう理解が追いつかんくて、車の中も全部調べたし、もう、ってなって、もうこれは、盗まれたと。何そういう泥棒が入って普通金品を盗むにもかかわらず真っ先に京パンに行ったと。そんなわけあるか。もうそれ以外考えられへんくて。怖いよな逆に。いやもうほんまに怖いね。俺もう今ちょっとトラウマなってんもん俺。てか結構言い張るじゃないですか、こう女の子とかで下着泥棒とかさ、あれ怖いよ。気持ち分かった俺。ああ今回の一件で。そうあれは怖い。何を勉強してんねんこれ。ただね、ちょっと新しい京パン3つ、ヤスの方で買って、今後はそれを履いて頑張っていくっていう方針なので、ぜひちょっと応援してあげていただきたいと思います。はい、お願いします。パノラマ TV。